どうも、なおっちです。ヒーロー&ドーターのパートいくつだこれ、12、続きの方やっていこうと思います。ちょっとマイクの位置がずれてた、ノイズ入ってたらごめん、直した。前回ボコボコにされたんで、前回確かプレイ時間が12時間ぐらいだったかな。7時間ほどやったのか。だいぶ強くしました。というか、めちゃ強にしました。レベルが多分2倍以上かな、全員。になってて、で、ステータスもね、なんか4桁いってるのがあったりとかね、装備もね、なんか、すごいの集めたんだけど、で、唯一、ラルフ君だけちょっと、ステータスがね、残念なことになっちゃってるんだけど、まあ、そこは、これはね、ちょっと、チャレンジタワーか。もう一人、精霊王使ってたんだけど、で、精霊王に使うためのこれはアタック野菜なんだけど、というわけでこれをね、とりあえずラルフに全振り。で、多分これでね、全部いけんじゃねえって思ってて、セーブ。で、せっかくだから召喚石1個あるやつで召喚。リブの記憶。です。というわけで、前回1箇所クリアしたから、2箇所目か。ここだっけ。もう道中無視で、サクサクやっていくよ。宝箱もね、多分いらないから。まあ、こういうレアそうなのだけ取っておけば。やばいな。今回、サクサクいく。ああ、こいつとじゃあ、戦ってみるか。ああ、でもどうなの。おお、強そう。こいつは確か伝説のモンスターケツアコアトルの遺伝子で作られた兵器オメガコアトル破壊構造。おお、30万だって。結構強そうじゃんか。絶対魔王。あれだな、他の2人いらねえ気がしてきたな。あ、でも TP だけちょっと回復してえな。ついちゃった。いや、ポーション使うか。いや、他の2人で勝てんだろう、多分。よいしょ。デビルアイス。おお、なんだ、前回のメリーさんに比べると、大したことなさそうだな。俺はデビルアイス。最強に最強な悪魔。ラルフ、最強に最弱のエージェント。言ってて悲しくないのか。レベル1に慣れてくる。先に自虐して精神ダメージを抑える癖がついてる。うん、そうか。で、あ、そっか。勇者がそんなへっぴり腰でどうする。燃え盛り勇気だけど。おお。なんか飛んでんだけど。おお、45万だって。なんか強そう。すごい、なんだろう、これ舐め腐ってる。これで負けたらもうちょっとどうしようもないやね。どうしようかな。リロード。デイデストラッシュ。まあいいや、風力上げよう、やっぱり。クレイブスラッシュ、絶対魔王、デッドリーエレン。15万か、一撃。超強いね。で、あ、これ撃てねえな。じゃあ、水上攻撃しかないね。うまっ、うまっ、うまっ。余裕。なかなか熱い勇気だ。しっかりと受け止めさせてもらったぞ。勇気の証。おお。ははは。勇者は勇気の塊だからな。当然さ。ああ。より勇者に近づいた。なるほどね。いや、あっさり終わったね。おお。勇気か。三大ラルフン。かつての俺は
レベルが高くなるにつれて俺の勇気は曇っていったんじゃないかと。ごめん、俺今ねレベルとかねステータス上げまくってね、上げまくってめっちゃ天狗だわラルフと真逆っていうか昔のラルフ状態だわ。おお、どうしてそう思うんじゃ。レベルが高いほど強敵、うん、そうなんだよね。あーていうかそれ単なる縛りだからね、ちょっとスリリングな感じなんだけど。弱者は勇気、あ、強者の勇気を超えるか。ここまで6分5分ぐらい、早いねもうサクサク次行っちゃおうか。下手したら今回であの王様倒せん、王様じゃねえ、魔王様か、倒せんじゃねえの。そんなことないか。おお、なんかすごいユニークっていうか初めて聞くな。階段をアズライール、620レベル、これやべえだろ、さすがにちょっとやめとこうぜ。もしかしてここもっと強いのかな。そうなってくるとほらワクワクする。また7時間ぐらい実況外でレベル上げしなきゃいけないパターンになってる。お、銀の宝箱、殺人たち、あ、これ持ってたっけ。逃げる。今回はどんな敵なんだい。アヌービス10コンボ100倍、戦いを望む者やその他何を望む。その戦いの果てに何を望むみたいな。戦いの果てか、自分らしく生きた証だな。お金でも名声でもない、自分らしく生きるために戦っている、そういうことやな。そんな理由でその他を死んでも構わない。本当にそうなのか。貴様にそのような覚悟、俺は自分らしく生きるためなら命を懸ける。おお、さすが勇者と言えた。おい、ネズミがいるんだけど、すげえ、今までと思うと違う、 HP くて90万、さっきの2倍かよ。魔導変なの、まだ耐えれるな。ここを押しますね。音楽が熱いぞこれ。あ、待って、上げる、エトリエ、あ、仲間よ、ラル死んでんだけど。お前はエレナみたいな、強すぎ魔王様強すぎ。今80万90万ぐらい普通に出してたろ。勝った。いや、いい音楽だったな。希望の証、あんたの投資しっかりと受け取ったぜ調子に乗るなよ。まあ俺が一番調子乗ってんだけど、ね、スキップ。希望か。また考え事かい。最近多いの。この子やべえな。結構の変なところから声出してるから、喉を使っちゃってんのかな。まあ大丈夫でしょ。希望かい。そうじゃの、生きる上で欠かせないものじゃな。そんなに大事か。もちろんじゃ。お前さんも平和の世界を取り戻すために魔王と戦っておるじゃないか。まあね、希望ないとダメだよ。なるほどな。心の中か。エロサモナーが真面目になってきた。お？なんだね？なんだ？集めた証。おお、そう言ってつまり、おそらくな。あの兵士と、そっちそっちっていうのが普通に俺もそっちになっちゃった。
お、行きますよ。なあ、わしらってすっかり悪役ムードじゃない？え、いかにも悪いやつって感じじゃん、特に君。まあ、だそうやってすぐさ。グズン、お前ら今からボコボコにしに行くよ。どうもー。な、なんだと。さあ、お前の顔よー、ああ、覚えてるぞ。オープニングでは散々コキにしやがって、しょうがないだろ。え、一人で戦うの？あー、それ聞いてねえや。戦うの？あー、死んだ。マジか、これ。これあれかよ。ラルフで挑むのかよ。あ、ベスト10おめでとう。俺もメイドを使ってたからね。あ、一筋か。156人。結婚前提。まあ、人気投票だからね。ラルフで行くの？マジで。あー、じゃあ、あー、でも攻撃だけ上げまくったところで勝てるのかな。どうなんだろう。ちょっと待って、今、じゃあさ、このパートあと9分ぐらいあるじゃん。あー、でもどうなんだろう。スーパー作業になっちゃうんだよな。ここでさ、ずっと上げてたんだよ。こうやってさ、このメンバーで、まあなんかレベルおかしいじゃん。で、今からさ、これか、これを精霊音に積みまくって、でね、ここ潜るんだよ。で、こっちのなんか100回までクリアしたら、こっちは食うようになってさ、結構1回の戦闘のポイント3000でなんか能力アップになるか結構もらえて、ここ1回戦闘すれば3000なの。1回戦闘すれば1回使えるからさ、こんな風にさ、あのクリティカル出しゃワンパンだからさ、でまあ敵の攻撃もアイテム使えないんだよ。だからちょっとね、1回殺されちゃうとめんどくさいんだけど、こうやってなんかこういう風にねひたすら作業でやってたんだよ、7時間ぐらい。でも、最初はさ、ポイント全然もらえなくて、効率悪かったんだけど、ここね、やっぱ潜るところが深くなって、受けてる。あ、やべ。妖精とね、今のなんかヒーロー、そいつがね、7万ぐらいの攻撃を出してる。7万とか17万。でね、それ魔法の防御力上げまくってもさ、耐えらんねえのよ。だからそいつらが出たら優先的に倒さない。それ以外のやつにはね、やられないのよ。こんな風に。で、経験値もね、結構もらえるんで。最大5万かな、連続バトルで。連続戦闘ボーナスでか。で、5万でカウンストで、2回戦闘すれば 100% レベルが上がるみたいな。こんな状況になっているから、あー、やべやべ。チャームめんどくさい。で、ここでさ、たまに HP 回復ずっと出ないからさ、今みたいに縦で出てくれるの回復できるんだけど、それ実況外でやれよって言われるかもしれないけどさ、ラルフくんがさ、まさかの一人では戦えない。今10個か、10個じゃちょっとあれだ。HP がいくらぐらいありゃいいの？まあ、とりあえず、攻撃力と HP だけちょっと、あとラックか、ラックが安定すれば多分、負けないんじゃないかなって思うから、HP 1万ぐらいにして、で、1万ってことは20個でしょ。ってことは6万必要でしょ。多分ね、実況内で、あいつ、ラルフを使ってれば、いけると思うんだけど、あ、でも王様もいんのか、忘れてた。めんどくせえな。王様倒すとなると、もうちょっと必要になってきそう。勝てんかな。王様の HP がどんくらいなんだろう。攻撃力振りまくってもワンパン。そうしようかな。
攻撃振りまくろうか。クリティカル出なかったら負けなかった。出なくても倒せるぐらいのダメージを叩き出すの暴力にするか。今エリナがね3000かな。まあレベル上がってるからちょっといくつか分かんないけど3000か。3000だからでね、このイベント地味にあるからさ、なんかこれあるとねステータスが5上がるっていうなんか地味なイベントがね結構あるから、そのうち自然と、あ、やべ、強くなってるんだろうけど、まさか一人で挑むか、みんなで挑むんだったらここに知られたんだけど、酒場から行くっていうのは出てるな。それ確かに一人だもんな、ずっと。まあここもね、こういう風にやってたんだみたいな、そういうこの過程はね、スクロールバーで、シークは下のあれで飛ばせばいいと思う。普通にね、本来カットだろうって思うかもしんないけどね、まあ俺の実況スタイルを分かってくれてる人はね、まあ、書いてあるからっていうのもなんあれなんだけど、カットしてもいいんだけどさ、なんかねねまあそういうスタイル、なんかね、あれなんで実況をカットしないかっていうと、まあちょっと最初はやり方がわかんないっていうのもあったんだけど、あ、やべ、やられた。いや、ちょうどいいから。じゃあこれで挑もうか。なんかね、新しいってわけでもないけど、なんか、なんだろうね。そういう人がいてもいいんじゃないかなって思って、カットしない人がいても。へぇ、みたいな。で、みたいな会話だったけど。よし、まあそんなこんなでこれをバルクに壊すなで、攻撃力いくつになった2341。まあこれでワンパンいけんかな。ちょっとそれは不安だけど HP があまりにもないから一撃でやられるからね。ここからかよ。ちょっと。どうも。リベンジです。しょうがないだろうって。もうね、復讐の鬼になっていないで。あれ？ダメージ固定まさか。嘘だよ、そんなのないよ。メリケン。あれ？おかしいな。ほら、あれ？ダメージこれ以上いかない？これもしかして。あ、外した。あれ？ちょっと待って、もう一回やり方変え、1からかよ。あ、回復した。え？なんか強くなってね。なんで強くなったの？うわぁ、あれ強くなった。なんで？兵士です。よくやった。見よ。え、魔王軍団。ガヤガヤガヤ。おぉ、めっちゃいる。王と人の違いか。お前は一人ぼっちでレベル1フルボッコにされるがいい。おな、まさかありえん。おお、これは熱い展開じゃん。え、全員いんのこれ。レベル1のいるじゃん。あんま出番のない子結構いるけど、召喚しただけだから。あ、本読んでたのに。謝ってください。あ、大勢ね。暗殺ターゲット。もう暗殺って言わないで。王様が魔王だったなんて、到底許せることではありません。ラルフさん、やっちゃってください。勉強、みんな忙しいんだね、結構ね。
ああ、赤点？なるほどね。心が一つになってる。おお、いいね。なんだ、大乱闘か？警察。一人はみんなだ。100人組で。積んでるじゃん。相変わらず。にゃう、燃えてきた。喧嘩や。ああ、確かに。一発。お金とんの。あ、壊れちゃダメ。天才は孤独。みんな見つめちゃう。もう、来てたか。わ、わな。あ、血をつな。応援。もう、魔王様は多分あの技、全体を技だけですぐ出せる。精霊。エリナだ、エリナ。あかり。キャンディーのように甘くないっすよ。ふんふん、全部倒しちゃえばいいんでしょ。もうええか。あ、やべえ、いつの間にか時間結構すごいことになってる。お父さん信じて頑張って。あー、ラルフィー、もう最後の砦か。あー、料理屋一度も多分あんま一回利用したかしてないかぐらいじゃん。漏れちゃいそう。あー、ベネットのとこもあんま行ってないね。ライランとこも全然行ってないね。実況外では、あの、呪文会に行ったけど、ヒールのだけ。ゴーラルが一番、あれだね、行ったね。みんな。魔王ね。おう。勝てるかな ?7 万円。死んだし。リベンジ。あ、強くなった。え、これこういう設定なの？それともステータス関係ないのかな？わかんない。なんかダメージ変わってないのかな？またやられちゃう。あ、やられた。まあ、何度でも蘇る。さ、勇者無敵。あ、じゃあさ、絶対やってさ。ああ、やっぱりなんかダメージだ。で、そうなんだ。いつからでも変わんないもん。よしかった。ぐぅ。ん？なんで泣いてるんだい？魔王は絶滅する。ああ。うるせえ。どうせあんたが魔王なんだよ。正義か悪か。勇者も魔王もいなくなること。ああ、なるほどね。あ何だお前、魔王な兵士です。いや、結束だぜラルフ。何をお前にしてくれてんの。魔王様ね。魔王様のことか。あこれこれもうあれじゃん、眼力って。魔王様ってあれじゃねえかよ、今のクリリンのことかーじゃねえか。あ、ないこれ。攻撃力9万。おお、強すぎないか。余裕じゃんかよ。余裕じゃん。なんだと魔王になったというのに負けんのか。うん、勇者が強い。兵士のセリフとは思えない。終わったんだよな。終わったんじゃな。そうだよ。勇者は、ラルフだよ。生まれた。フリー勇者。帰ろ帰ろ。一件落着だよ。
それでストーリーは終わりかな。とりあえずエンディングで長くなっちゃったね。まあこのくらいだったらいいかな、分割しなくて。多分30分いったらね、基本分割考えてるんだけどね。いやー、なんかね、結構なんて言うんだろう、なんて言えばいいんだっけ、柱っていうのが、なんかさ、一本芯がすごい通ってんだよね、このゲームも。なんかすごいエロとかさ、結構ね、いろんな、ちょっとお笑いがメインだけどさ、コメディチックな作品なんだけど、その中でも結構一本ね、芯が通って、勇者と魔王、まあ最後の下りとかさ、結構真面目なところがあるんだよね。だからすごいいい作品だと思う。フリーとは思えない。俺フリーゲームばっかやってるけどさ、全部フリー無料でできるんだよ、すごくね。本当に今更だけど、みんな活躍してくれた。街いなかったべ。うん、お疲れ様だよ。世界平和だよ。うん、スーパーな力に目覚めてて、レベルが戻りかけた。ああ。ねえ、言いたいことは分かる。はい、すいません。いくらなんでも裏切ることないじゃん。はい、すいません。そんなにわしのこと嫌いだったの？はい、すいません。今回は許してあげるけど、次はなし。はい、すいません。わしらは心を入れ替えるか。はい。Thank you for playing. ラルフはスーパーラルフを覚えた。え、何それ。あ、変身すんのね。これ多分めちゃんこ強いんでしょ。ラルフでも捨てた酒やな、普通にな。まあ、こっちが化け物すぎるだけで全然強いよね。というわけで、とはい、というわけで長くはなりましたが、ヒーロー&ドーターの実況は多分これでラストかな。他にも、制作者さんが今後まだ少し要素をいろいろ入れていくみたいなこと言ってたんですが、まあその要素次第ではまたね、実況の方やりたいと思いますが、ストーリーは以上で終わりとなるので、ここまでに一旦というか多分なると思います。というわけでね、ちょっと長くはなりましたが、あとね、ちょっと途中で作業が入っちゃったけど、ある意味いろんなことがね、盛りだくさんの最終回ではないかなと思います。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。また、次回作かな、まあ次回アップデートがあったらその時にお会いしましょう。他作品の方もね、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。